もう資税が高すぎるうん、うん、コンビニだってお酒売っちゃいけなかった今、まあ。サントリーとの競争に負けた経営が傾いたんで朝日ビールが買収した、うん、今思い出してもまずいウイスキーだったね <laughs> よく考えたらすごい枯れたね安倍総理でしょ佐治さんでしょ俺でしょううイケメン三人が揃っちゃった <laughs> それではご覧ください成り立ちと特色っていうところですけど、まあ、その朝日札幌サントリーはい、はい、まああのそれぞれだ,だからいろんなあの。 その当時いい渋谷ビールだとか三つうろこビールだとかいろいろとこうビール会社ってもっと前とかにできるんだけど、うん、け結局その酒税が高すぎるっていうこともあってうん、うん、やっぱちっちゃなところどん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 吸収されるか廃業するかになってしまって4つしか、まあ、残れなかったっていうふうになってるん、ね、<ー>でそれと。 持ちつ持たれつみたいなことがあって、その、送料規制みたいな、その、要は最低コミットライン、えっ、ー、と、各社に、うん、えー、ん何,何、当時だったら何、何国とかとか、何万国とか、その、何、何キロリットルっていうふうにして、うんこ、最低製造ラインみたいなものを、それぞれ割り当てるんですよ。これ、はい、これ以上作らなきゃいけませんよっていうので、第一のしかもう残れないような、 え、決まりになってんですよ。<ー>これ多分1994年ぐらいまでずっとこう、あ,あの、桁は違うけど、あの、あって、<ー>それが地ビールを作れなかったんですよ。そ、そこまで。<ー>で、規制緩和になって地ビールがようやく作れるようになったんです。基本、その、最低2000、2000万キロリットルとか、なんか2000キロリットル、なんかちょっと忘れたけど、<ー>あ,あったんですよ。<ー>なので、もう、この、 社まあ,あの歴史はあとで説明しますけど、はい、4社が残るまあ,あの日本でいうとオリオンビールが沖縄にあるんでこれもちょっと大手0.9%か0.8%ぐらいあ,あれでも今朝日系じゃないですか朝日系そうなんですねまあでも今ねクラフトビール地ビールも増えてき、ね、てるけどねそれまでだから作れないんですよその最低作れないからでめ免許事業でしょ、はい、お酒って売るのも免許だったから、ね、昔は。 あのー、基本、つく、つく、そうですよ。まあ、それ、だって、魚屋さんしか売れなかったら、コンビニだって、お酒売っちゃいけなかった今まで。そうそうよ。え、それは1994年、まあ、年後忘れたけど、どっか、2000年とか、それくらいに多分だからビッグバンが起きてんのよ。大体金融ビッグバンは2000年くらいなんで、<ー>2000年くらいに、えー、それが起きて、コンビニでも売れるとかなって、それで勢力図が変わるんですよ、これ。え実は。そうなんですね。要は、それがあったから、キリンビールが強かったっていうのもあるの。 最初は実はへ<ー>それはあの歴史で話しましょうはいだからまあ西戦争日露戦争、うん、要は戦費によって戦争によってこうやって税率が上がってきたっていうふうになってきて結局これが、えー、集約されてきました、うん、残れたのがということですか、ねはい、さっき言った開拓誌、えー「冷製札幌ビール」ってうん、うん、だからビールをおー出したんだけど やっぱり、その、まあ、国鉄にしろ、NTT にしろ、まあね、官営は、まあ、NTT は独占だからあれだけど、こう、うまくいかないっていうこともあって、えー、民営化されるわけですうん、うんで。その札幌ビールを買ったのが大倉喜八郎。は<ー>大倉財閥の。でも大倉さんは、こっちのジャパンブルワーディにも、だからキリンビールにも出資をし,してるんで、すぐに、うん、 結局その札幌ビールは渋沢栄一たちに譲る<ー>その開拓シビールね今の札幌ビールね一夜漬けでよく覚えてきたねいやあのー、<laughs> 基本知ってるんでそもそも <laughs> そもそも知ってるんでちゃんとあの清水君と一緒にいろいろね,<ー>ねあれしましたよちゃんとビール会社行ってね<ー>勉強しいや基本やるんですよ僕 あの、ちゃんと知ってるけど、とりあえず間違えると言われるじゃん、こうやってなんかコメントで。くっそくがつくじゃん、ほんとに。うるせえバカやろ、ほんとに。ただで見てんだから、いいじゃんか。またおふくろが言うぜ。お母さんのね、お母様が。ね。お母さんのお母さんに、なんか、遊んどさら太陽でかいって言われたし。いね、見てくださって。偉そう、つってで、その後。いや、その後、あの、 で、もう一個だからその日本ビールね、さっき言ったその孫ゴさんって、はいはいその三井。三井物産の支店長が、これエビスビールって、<ー>今のエビス、はい、エビスビールを発売した。まあ、こだからこの、ここが基本。<laughs> でえ、札幌も、はい、当然こう東京に進出したいよね。<ー>とで、えー、まあいろいろこう、手を組むとかいろんなことを画策して、 だから札幌ビールは、それこそ東京の東橋にいい本社を建てたから、今の朝日ビールのところに札幌ビールは最初に、あの、進出してきた。<laughs> まあ、もともと同行になるんだけど、最後くっ,ちょくっつくんだけどね。くっついてまた別れるんだけど。くっついて別れるんですね。結局、その、日本ビール、えそれから、大阪にだからその朝日ビールの前身である、あの、大阪ビール、え札幌ビール、この3つが、 酒税とかがきついから一緒になってこれが大日本ビールだなへ<ー>えー、で7割のシェアだからそのキリンビールだけ大手ではね、はい、キリンビールだけとんってちょっとこう残っていてこの7割が、えー、大日本ビールっていうビール会社で本当は大日本ビールこれもくっつけてもう純国産100%ぐらいにしたかったらしいんですけどマウスも入れてってことですか それで,どなんでキリンは入らなくてもやっていけたからやっていけたんだろうし、うん、まあそのなんかいろんなものの本とか読むとやっぱりその自由競争を阻害しちゃいかんとかあ<ー>あそういうことそれとあとこれなんか面白くって幻さんに対して後々その東武鉄道の根津凱一郎さんが、うん、あいつだけは許せねえみたいに。な になって、その買収ができなくなったみたいな話からこれもちょっと話しますけど。だってよ、やっぱり、すごいらしいよ。でもよく考えたら、あれってさ、だって、そもそも、大日本が、なんとかビール光線とか言えるところだよね。確かな、んなんだっけな、なんちゃら光線っていう、その、三ツサイダーを持っている、ういやビール、ビール会社を、ネズさんが買うのよ。買い占めるの。 要は大日本が、えー、要はその九州合併しようっていうのを聞きつけて買い占めてからイ、うん、インサイダーやん <laughs> 今で言ったららイインサイダーやん <laughs> そういういい概念ないから <laughs>、えー、で買い占めてそれを、はい、そ,れそこを気に入らなかった名越さんが、うんえー、絶対買い取らんと<お>高値で売り抜けようとしたんだけど買い取らんって言ってなんか。 そのうち喧嘩になったら根塚一郎のなんかその電気みたいにあいつだけ許さんみたいな,いな俺みたいなこと言ってんの避けるさん避けるなよみたいな <laughs> 本当に根塚一郎が許されたらちょっと怖いけどそん奥さんが言ってもな <laughs> <笑><笑>いやだから言ってっちゃ一寸の虫にもゴムの魂にって <laughs> ごまめの剥ぎしりじゃないのそれ <laughs> <ー> <laughs> で間越さんが死んだ時に、えー、根塚一郎があのもうビールはやめたって言って売るんだよ だから、今の朝日ビールに三ツ矢サイダーがあるんですよ。そうなんですね、うん。これはちゃんと知ったよ、俺。<laughs> で、その大日本ビールが設立されて。はい、それはそれで、またいろいろあるわけですね。まあ、いろいろあるというか、はい、とりあえず、その戦時中までは。そあの。まあ、七割の巨大ビールと。 まあ20スーパーだねビキリンビルあともう一個だからな,なんたらかんたら一つか二つぐらいこうがあったはずでそのービル貸しできるんだけど GHQ がえっ、ー、としあれ「集中配除法」「角経済力集中配除法」「角経済力、まあいわ」いわゆる今の独禁法みたいなものがあっていわ財閥解体ってよく言われるじゃん。あはい で、財閥解体。まあ、いくつもすげえいっぱい、本当は解体されそうになって、最終的には11社かな<ー>か解体されたのは。大子製紙も3つに分割されたよね。そう。それが、えー、あと新任鉄だね。富士製鉄と。富士製鉄。いや、うん、手製鉄。で、大日本ビールも、うん、要は、あの、まあ、いわゆる朝日ビールとお札幌ビールに、あの、分割されてしまって、まあ 今でもスイ,スイタに、もともとスイタに、あの、最初にできたんでね、アサヒビールは。はい、あしかも、この人、アサヒビールの創業者って鳥居小牧吉だったよな確か。サントリーの鳥居さんとは全然関係ないんだけど、鳥居さんっていう<ー>で、西日本に強い、えー、アサヒビール、それからまあ東京進出てしてきて、東日本に強い札幌ビールっていう、ね、なんか住み合いができて、まあ、独自のキリンビール。<laughs> で あのー、それとまあサントリーは、はい、もう本当にその鳥鳥居慎次郎さんかあれは、えー、<ん>創業者鳥井新次郎ってね確かに、うん、新次郎さんが作ったその寿屋今のね、うん、そのがビールには進出するけれども結局ダメで、うんえー、56年で一旦撤退をしてるんで<ー>それが佐治慶三さんが こう、二代目社長になって、さじ、鳥居さんとさじさんって、あの、さじさんは母方の養子縁組をしてるので、さじっていう名前で、鳥居さんの本当の息子ね。あ、そうなのうん、そうそうそう。そうだよね。鳥居のさじで、次男だったから母親の家のをついて。で、二代目の社長になってさじ恵造さんが、え、ビールにもう一回参入する。もともとサントリーって、やってみなはれって有名なね。とにかく、もう、あの、やりましょうみたいな。 あのー、で、えー、参入して、46年かかって黒字化。はあ、まあ普通45年も赤字になったらやめるけどね。すごいですね。その間だから宝酒造とかもビールに参入してるけど、宝酒造はダメだったな。はあ、で、宝酒造はただその後缶中杯で成功したんで、頑張ったね、みたいな感じ。で、はい、面白くて、ああ、ちょっと、 ちょっと関係ないけどその汗ビールの下にもう今日カウイスキーってあるじゃん日カウイスキーってもう今朝日の完全小子会社だけど、えー、昔はその竹鶴さんが作ったでしょ、うん、だから竹鶴とか出してる竹鶴が作って <laughs> でその竹鶴さんってサントリーのサントリーにデッジ奉公をしてたのけ、うん、<ー>あの鳥居さんが呼んでだから赤玉ポートワインとかはあ,<ー>あのー 竹鶴さんがやってたでそこで10年契約かなんかしてたのかなだから10年契約でもウイスキーを作りたかったんですよああだからその竹鶴さんはどうしてもウイスキーが作りたくて10年で地望行してそれこそだからサントリー山崎蒸流所とかの建設とかもお手伝いしてで彼は、えー、10年ちょっとしたら出て自分で良い市に工場を建てる ただ、<ー>結局、その、それこそ、ほら、山崎何年とかな年で。はいね、はビールは、はい。60日でできるけど、はい、ああ、そうか。ウイスキーは、基本、60日じゃできないので。うん、要は、資本がないと、結局、出来上がるまでに、食っていけないじゃん。はい。で、営業力も弱いから、やっぱり、竹剛さんは、その、20年ぐらいかな。結局、 朝日ビールに4割ぐららいだだっったかな買ってもらうんだよ、ね、まああれはもともとほら創業者の何だっけ竹鶴さんあほら連の言うなマッサンスコットランド人の,あの奥さんがてでも子供がいなかったから甥いっ子がね二代目社長で俺が社会出た頃にはまだその社長いたけど甥、うん、いっ子が社長してたけどまあサントリーとの競争に負けたっていうのと、うん、でまあ経営が傾いたんで。 アサビールが買収したっていう。もともと山本ため三郎と、あの、朝日のね。はい。ちなみに山本ため三郎って坂上の田村マの末裔らしい。あ、その時の。すごい。よくわかる。すごいですよね、それね。なんか、これはちょっとネットで調べた。へえすごい家系図が、ちゃんと代々残ってないとわからない。そう。で、山本ため三郎さんと鳥居慎二郎さんと竹鶴さんは、まあ、そもそも信仰もあって、で、最終的に、 ええー、山本さんが4割引き受けた。<ー>今は完全高会社だった確か。あの、竹鶴、表参道に本社があったような昔。<あ>そういえば、もう竹鶴っていうか、えー、あれ、日課。日課、うん、まあだから、日本の,あのウイスキーはだからサントリーが、うん、あの、それこそあの、広めて発祥だけど、<ー>竹鶴さんは、しかも、 よくあのウイスキー好きはニッカ飲むみたいに高級志向で高級品しかやらなかったんでね大衆が飲むウイスキーを出さなかったっていうのもあってやっぱりサントリーに勝てないかな今思い出してもサントリーのダルマ日本中どこにでもあったけれどサントリーオールド今思い出してもまずいウイスキーだったね <laughs> <laughs> 俺は言わないよそ,、ね、そんなことは <laughs> こんなこんなこんな、ね、ボトルでね、うん、まあ、だかでダルマさんって言われてどこ行ってもそれだったんだよ<ー>角とダルマね <laughs> 各各とだるますごいでもさんという、だからそういうの文化もで海老ケとか山口ひととかあのコピーライターをねあのまあなんかおしゃれな感じだった。信武田さんはあいので言っちゃいかんって言ったけど中身で勝負や。野武田会長立派な人ですよ本当に。思い出した信武田会長と安倍晋三さんともったがさんで俺が前職の常務になった時にお祝いしてくれたん。ごくない俺。すごい。 そのメンバーが。<laughs> でも、信田さんかっこよくてさ、もったかさんがその、よく行く六本木のね、あのー、ま、ちょっとバッ、ば、ばっともったかさんか貸し切りにして、その安倍さんと、あの、総理と佐治さん連れてったのよ。はい、でさ、あの時会長だったっけな、最初だったかな、佐治さん。わかんない。忘れちゃったけど、うん、会長かっこいいから、もう、そこにある一番高え、サントリーの、あの、 瓶二つこれボトルキープしてって1回も来ないんだよその後一,一回も来ないんだけど、えー、これキープしてっつって店長堀井がさ「んさんとさんこれですよ江戸さんはさんと一緒しちてそれは請求しろよ」っつって <laughs> 入れてくれましたかっこいいでしょいやもうね見た目もダンディーだしねやることもね男前だしねすばらしこれめっちゃ好きだった大好きなね経営者ですねほん好きだったまあ好きだった今でも好きまあこの間だ銀座のあそこにいたよ久しぶりに行ったら。 よく考えたらすごいわれたね安倍,安倍総理でしょ佐治さんでしょ俺でしょうイケメン3人がそっちゃった何言うなそっちかイケメンと男前が3人もそれっちゃった本当にもう大変だよ <laughs> すごいねおもう俺がお祝いされたんでしょうそうでしょ<ー>俺はそういう男ですかっこいい <laughs> ただ3人は偉そうにしてるわけじゃないですへえーまあでもそうやってそうやってこう、はい、つながってんですよみんなこの、えー、その いろんな人たち。へ<ー>それでね、はい、あのやっぱりサントリーってすげえなーって思うのはね、うん、そのキリンと札幌とあの朝日かはドイツビールから基本来るんだけどサントリーは違うの。えーと デンマーク、カールスバーグから、こう、にあって、何が、俺、これ、これを知った時に思ったのは、サジさんって、ゾ造さんの方ね。はい。あのー、この人もすっげーこだわりさんなのよ。<ー>で、あなたたち、ハーゲンダッツがサントリー知らないやろ知ってるよ。あ、モッターさん知ってるって、この,この子たちは知らないよ、大体。もう兄弟出てるも大体。<laughs> ファーストキッチンがサントリーも知らないやろ。はあ、それは知らんかったえ、ファーストキッチンもそう。<ー>で、 そのハーゲンダッツを、その、これサジさ,さん、あの、本人に聞いたのね。はい、あの、お父さんに。え食べた時に、もうハワイ食った時に、こんなうまいもんを日本で、こう、作りたいと。うん、で、作るんだけど、その牛乳がないんですよ。その、あった牛乳が。<ー>こうすっげえ探し、最終的には高梨乳業に決まるんだけど、うん、結局向こうから、あの、 椅子とかするうん、うん、時間かかってもう、ね、生にダメになっちゃうから、うん、日本で製造するものでいろんなものを試して高梨乳業でだからえっ、ー、とハーゲンダッツの親会社なんだけどピルナンタラカンタラが50%持っててサントリーが40%持ってて高梨乳業が10%持ってるはずなんでい今でも多分。<ー>でファーストキッチンもこれを広めたいって言って基本あのー、日本はアメリカンスタイルでやっているものを、うん ヨーロッパスタイルにしようまあハースキッチは結局ウィンデ,ウィンデーズにこない売っちゃったけどね、うん、なんかすっげえこだわり屋さんなんですよ恵三<ー>さんって<ー>まあファッキンはねやっぱりサントリーやってたっていうのは知らなかったけれども<ー>ちょっとサントリーだとしたらあの味はちょっと中途半端かな、うん、ダメだったね、うん、<ー>申し訳ないだ,だってそれこそ主観とだからその恵三さんと3人でファースキッチ行ったことあるもん<ー>取材でへえこのえい食,食べながらですか<ー> あの主観もそういうの好きですあ,あそうです、ね、やっぱ,やっぱチ,チェーンのハンバーグはやっぱりね、うん、マックかモスだな俺はー食べやすい食べやすいマックっつってす、ね、あとねまああのまあフレッシュネスかな、うんね、確かにファーストキッチンはだからそういうなんか特徴がなかったよねでもだから最終的には1996年か、うん、ウインウェンディズに確か売ってるはず、まあまあ、でもロッテリアが一番まずいけどねあ,、まずいあれまずいってことどっかが買ったよね ロッテが売っちゃって、どこだっけね。昔だから、どムどムだって、やってたしそうですね、でも、どむどむ今、なんかすごい盛り返してるっていうか、すごく人気でグッズとか売れてるって、全然ビールの話と違います。ーなやったじゃゃい一番最初のの頃ルちましょうに これ流して、ねあのうん、うちのおふくろがこの番組見ててで孫徳さんがこれまた落ち着かずにこうやってあげたりメガネあげたりでそのうち「はい今次あげるよ」ってったら本当にあげる <laughs> <laughs> もうパターン呼ばれちゃってる。絶対もうこう、でもこれで、これ見てると遠く見えないし、四角しか見えない。難しいですね、老眼だから。すげえな、お袋当ててるわと。超能力者並みにもう分かっちゃう。今あげるわよって。しまっちゃうわ。しまわなくていいですよ。百100円だから、こうね。すぐ、すぐ指紋がつくから。しい。おかしい。でも今度、遠く見えないし。そう、難しいですね。そう、つけてるはずさせすんなってけど、両方見えねえんだ、もう。じゃあ、ほんとに。

サントリーのビールがまずいなんて驚いた片裸か評価を、酒税が高くなるのは勘弁という方はチャンネル登録よろしくお願いいたします。日本のビール業界やファーストフードチェーンなど、様々なトピックについての情報が詰まっています。まず、ビール業界における歴史や企業間の動きについて、非常に詳細な解説がありました。特に、 サントリーの事業展開や製品開発の裏側に関する情報は興味深く、経造さんのこだわりやビール製造の裏側について知ることができました。また、ファーストフードチェーンやハンバーガー店に関する話題も多くありました。特に、 ファーストキッチンやロッテリア、ドムドムなど、日本の飲食業界における様々なブランドや店舗の動向についての言及がありました。これらの店舗が日本の食文化に与えた影響や、それぞれの特徴についての議論が興味深いです。また、会話の中で家族や個人のエピソードも挿入されており、リアルな日常のやりとりや喧嘩の様子が描かれています。これによって、会話の雰囲気や参加者の人間性が感じられ、会話がより生き生きとしたものになっています。 日本の食文化や企業の動向に関する豊富な知識が示されており、特にビールやファーストフード業界に興味のある人にとっては非常に興味深い内容でしたね。日本の食文化や企業の歴史、個人のエピソードなど、様々なトピックが混ざり合っている中で、日常の会話の流れが自然でありながらも興味深い情報が含まれている点です。特に、 ビール業界における企業の動向や製品開発の裏側についての解説は、業界に詳しくない人でも興味を引きます。また、ファーストフードチェーンやハンバーガー店に関する話題も、日本の食文化の一端を垣間見ることができる興味深い内容です。各店舗の特徴やブランドの歴史についての言及があり、日本の食文化の多様性や進化を感じさせます。